こんにちは。最近、言葉を間違えてしまった話をしてますが、今日は第3回目ですね。1日の間で3回、言葉間違ってしまった日があったんですけど、1個目が、カフェインって言おうと思ったのに、ニコチンって言っちゃったのと、2回目が、バセリンって言おうと思ったのに、バンテリンって言っちゃったのと、で、今日は3つ目ですね。3つ目はですね、バンドの練習があって、夜、焼き鳥屋で肉食ってる時に、肉食べてる時に、なんか最近ついてないんだよなみたいな話になって、それでアルゴリズムが悪いんだなみたいなって言ってしまったんですよね。バイオリズムだろうみたいな、リズムは合ってんだけどね、ついね言っちゃうの、頭の中にパッと浮かんだ言葉をね、間違ってるのに言っちゃうんだよね。その時はね、言ってね、あ、間違ったってすぐ分かったのね。ずっと気がつかないで連呼する時があるから、やばいですね。なんでしょうね。なんかあれなんですかね。僕の頭の中の何かが、悪くなってるんですね、きっと。だんだん。まあ、ちょっと悲しいような気もしますけど、これはですね、事実です。一分間レッスンどうぞ。はい、一分間レッスンです。今日は一つ、刻みをご紹介します。203連の刻み。これよくある。ワン、ツー、スリー、フォー。右手が203連になってますね。タン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 。あ、1分測るの忘れてた。まあ今からやっても遅いけど、203連の刻みを分解する、それを今日紹介します。いきますよ。これです。ワン、ツー、シー、フォー。これカップでやるとかっこいいんだよね、こうやってね。なんちゅうんでしょう。このリズムをずっと続ける曲っていうわけじゃなくて、例えばフィルっぽく使ってるか。こんな感じで、譜面が出てると思いますが、ぜひ使ってみてください。お、ありがとうございました。はい、じゃあ今日の本題です。本題もですね、3連の話ですね。今日はね、3連なんで、さっきはまあ203連、まあ同じなんですけど、3連の中の、1個をバスドラでドドって分解する練習。1、2、3、1、2、3、ドトタンタン、ドトタンタンズ。これね、意外に難しい。手がね、走っちゃう。なぜか。まあ、あと、バスドラがね、当然、ダブルが、のリズムが正確に踏めないといけないんですけど、
これシャツの袖がスティックに引っかかりそうに、違う、スティックに引っかかりじゃなくて、スティックがシャツの袖に引っかかりそうになるなって今日ずっと思ってたんですけど、まくればよかったんですね。今気づきました。なんか打ちづらいなと思って、さっきもスネア打つときになんか引っかかんなと思ってたら、腕まくればいいんですよね。はい。ドドタンタン、ドドタンタンですね。まあ、スネアとバストラで最初は練習して、そして、リズムパターンに入れて、リズムパターンに入れてじゃない、リズムパターン打って、フィルとして練習して、あとタブに応用。そして3個目ダブルにしましょう。タンタンドとタンタンドと、はい、これもまあスネアとバストラで練習して、まあリズムは当然リズムじゃない、練習はちゃんとゆっくりから始めて、ダブルのできる人はどん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 スピード上げていってください。でタブに応用して、でリズム入れて、練習と。そしてですね、3連の2個目をダブルにする、これがね結構難しい。どうしましょうね、手順的には。まあ手順は何でもいいんですけど、定番的に言うとこうですかね、やっぱりね。タンドとタン。これがね、難しいんだよね。さっきまでやってたのと、手順がね、逆になってる。最初にやったのは、バストラのダブルの後、右って言ってるじゃないですか。まあ、スタート地点変えれば、右、左、足、足。2回目に紹介したやつ。このタンドとタンは、バストラの後に左右ってくるから手順がね逆なんだよね。これがねややこしいんですよ。やってるとね、手のリズムがうまく打てなくなってくるんですね。だからこれがね一番難しいので、それでまあさっきフィルは連続で4拍やってましたけど、一箇所だけ入れたりとか。まあ、例えば今のやつも。こうね、トントントタンタントントンタンと。一箇所だけ入れる分にはそんなに難しくない。これで終わりですか。タントントタンタントントコじゃん。連続でやると手順が難しいからちょっとよれちゃったりする。まあ連続でね、入れたいときはリズムがよれないように練習して、できるようにしないといけないんですけど。まああとはバストラのダブルですかね。意外に、ある程度のテンポでダブルが踏めないと、使えるテンポの範囲がだいぶ狭くなっちゃいますからね。はい。そんな感じで3連の、うちの1個をバストラのダブルにする、紹介でした。エクササイズとしても当然定番なので皆さんも練習してみてください。ありがとうございました。